は東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。奥歯の歯が破折、根が破折し、その治療のためにこのかぶせているものを除去します。半分除去し、これをこのように引っ張るのですが、破折している根とくっついているため取れません。そしてさらにこの部分を除去していきます。この部分は歯茎が腫れてしまっています。通常このような歯は麻酔をして引っ張って除去しますが、私はそれは一切しません。麻酔をせずにこれを除去すればいいだけです。手間はかかりますが、それは体にとって一番いい方法だと思います。麻酔が嫌いな患者さんでもそれは可能です。このように揺れますが、痛くないように歯茎を削らないように人工物を除去していきます。ミラーで反射させていますので、歯は実際こちらにあるわけです。ミラーで反射させ、これを除去しています。このように動いています。どの方向であれば痛くないかを考え、除去していきます。痛いことをしないということです。麻酔をしないということは、痛みを我慢させるのかということをよく質問されますが、そうではなく痛いことをしない。痛いということはどういうことかを考えればいいわけです。そして丁寧に行うこと。そして顕微鏡で確実に拡大し除去していきます。でこのように今外れてきました。このようにこんな感じです。ポロッと取れました。そして中の今土台みたいなものが一部見えたかと思います。このようにポコッと外れました。そしてこれが歯の土台、かぶせるものの土台の金属の棒になります。それに周りにレジンコアというプラスチックのものが絡みついて、土台としてかぶせるものがここに入っていました。つまりすべてここは神経がない歯ですから、麻酔は一切いらないということです。そしてこれから破折している部分を審査いたします。